皆さんこんにちは。大家好。今日は中国語の一边一边について一緒に勉強しましょう。今天呢，我们来学习中文里面的一边一边。とりあえずその使い方一緒に見ましょう。对，表示在同一时间或时期里同步做两个动作或两件事情。どういう意味か。二つの動作、またことを同時にその同じの時間帯、また時期の中に、時間帯、また時期の中に同時に行う、同時にします。そういうことを表します。日本語の何々しながら何々をすると似てますね。そういう意味です。じゃあこれから具体的な例を一緒に見ましょう。一番，我和田中先生一边喝咖啡一边聊天。私は、私と田中さん、コーヒーを飲みながらおしゃべりしてます。おしゃべりする。な、コーヒーを飲む、飲んだりでおしゃべりしたりします。コーヒーを飲むこととおしゃべりすること、二つのこと、また二つの動作、同時に同じ時間帯に行われてますね。な、こういう場合、我和田中先生、私と田中さん、一边、プラス、喝咖啡、この動作、コーヒーを飲むという動作、で、一边聊天、聊天、おしゃべりする、一边。コーヒーを飲みながらおしゃべりします。じゃあ、次、もう一つの例で、留学的时候，我一边学习一边打工。留学的时候，留学の頃，留学の時，私は一边学习一边打工。学习と打工，二つの動作。学习勉強する，打工アルバイトする。勉強しながらアルバイトをします。要するに、留学の時期、その1日か2日ではなく、その時期、長い間、その間に、勉強もやってたし、バイトもやりました。同時に行うこと。でも、ここに注意してほしいのは、一遍一遍というのは、只连接表示具体动作行为的动词。で、この具体的な動作を表す動詞しか、接続しないです。どういう意味かというと、ここの例で、他一边唱歌、一边高兴。一边何々、一边何々、一边唱歌、歌を歌います。高兴。楽しい。要するに楽しいと歌を歌うという二つのことを同時に行います。でも、只連接具体動作、具体的な動作を表す動詞。高兴というのは楽しい、嬉しい。これは形容詞ですね。動詞ではなく、具体的な動作の動詞ではないので、こういう言い方が正しくないです。こういう言い方が存在してません。はい。じゃあ、もう一つの例で、我和小王一边用汉语、一边用日语聊天。私と王さん、で、用汉语、中国語を使います。日本語を使います。おしゃべりします。要するに、中国語と日本語両方使っておしゃべりする。でも、ここの一边後ろの用汉语、中国語で、日本語で、これは具体的な動作ではなく、これはこのおしゃべるのやり方、方式、やり方です。なので、こういう言い方も存在しません。バツ。間違ってますので気をつけてください。はい、今日は一边一边について勉強しました。您听懂了吗？